昭和48年、32ぐらいだったから社長になりました。で、なったんですけれども、10月でオイルショックですから、えらい時に社長になったなと思って、44年に閉山したんだ、うちは。社員をどうやって再就職させるかっていうのが一番の悩みだったのが、その麻生産業っていう石炭会社閉山して、それでまあスーパーマーケットを作ったりいろいろしましたよ。全ての山が一つの家って全山一家みたいなイメージ潰すと、やっぱりえらい迷惑をかけるというのを石炭会社のイメージがあったもんですから、この時はシャニムにやらないかんと思って、石炭屋があんたスーパーマーケットなんて言ったってできはしないでしょう。だからしょうがない、社員をアメリカに送ってスーパーマーケットってあるから見てこいとか、その以後ちゃんと商売をしておられいますんで、そこは雇用がちゃんとできるようになり、ま、なってますんで、守らないかんっていう意識はすごくありましたね。特に筑豊の場合は疲弊っていうのは非常に大きいもんでしたから、大きな企業で残ってるのはうちだけでしたから、これが終わったらここは終わるなっていう意識がありましたね。で、セメント会社に人を移動させたりいろいろしてた時代だったんで、これで石炭会社も倒すとえらいことになるな。当時石油の値段が上がったんで、当時セメントの切るんって釜のことですけども、でやめまして、で新しいのに設備投資を麻生だけが建てたんですよ、新しい釜を。したがって当時もういよいよ阿蘇も4代目で終わったとか言われた時代でしたね。で、それでうちはそれを建てて、結果としてその釜が生産効率世界一の釜になったんですが、誰も物を頼んでる人はいないから、その釜の値段が安い、それから建設費はめちゃ安い、工期は仕事はみんなないから工期はものすごい っていうんで安く建てた。昭和52年の夏にそれが立ち上がるんですけど、それからいわゆる石油ショック後の急角度にこうドーンと上がっていく時代だったもんですから、セメント会社はもう今度は各社みんなセメントが足りない足りないって大騒ぎになって、うちだけセメント持ってたわけ。経営の勘でこれだけ波が深ければ次に来る波はでかいなと思いましたんで、やるなら今かなと思って、あの時経営者で勝負に出て、結果的にあれは勝ったもんだと思いますけれども。